グラニに今日はね五郎さんと飲みました。激辛台湾ラーメンをね食べに、近くのね中華屋に来たんですけど、メガジョッキで、マッコリサワーですよね。これをね、飲みたいと思います。まあ1リッターって書いてありますよね、これ、これですね、これがこれ。まあ一生懸命取っても無駄なんですけど、どうしましょう、どうしたらいいでしょう。ここ神袋です。やめよー、今日はね、フランクさんの新年会です。もう2月回ってるんですけど、まあね、フランクさん沖縄からやっと戻ってきてですね、こういう時間が終わりました。いや、いつものアグラニさんで飲んでます、飲んでましたけど、辛いサンザータじゃなくて何だったかな、忘れた。あった、ピンクのお姉さんがね来ました。もうねえ、こんばんはです。そうです、顔はね出せないんですけど、ミミちゃん、ね、顔はここまでです。ピンクのお姉さんでございますね。じゃあピンクのお姉さんもね一杯頼んで乾杯したいと思います。これが普通の台湾ラーメンで、こっちがなんかよくわからん台湾ラーメンで、でやっぱり名古屋のね台湾ラーメンとはねちょっと違うようなね感じがしますね。名古屋だと真ん中にひき肉がね乗ってるっていうような感じです。まあとにかくね食べてみたいと思います。なんかラー油、まあ多分もう観音寺五郎さんはね頭がおかしくなってスイッチ入ってますんで、もうしょうがないです。マッコリも飲んでない。どうですか、辛いですか。あら、まあでもね、そんなに痛い感じじゃないですか。ピンクのお姉さんはこう首から下取ってますんで、大丈夫です。はい、大丈夫です。ピンクのお姉さん何の飲料を飲まれるんですかね。はい、こう。何を頼みましょうか。はい。多分大丈夫じゃないですか。